はい、プレボールどうも野球人です。中日、上林&梅野の新戦力2人が登録抹消。代わりの昇格候補は誰ということでございまして。はい、今日ですね、工事が行われておりまして、各球団ね、いろんな選手が落ちておりますが、中日から2選手ね、抹消ということでございます。それが上林選手と梅野選手。まあね、上林選手は戦力外から獲得。梅野選手は現役ドラフトから獲得と、2人とも新戦力。で、ここまでね、しっかりとチームに貢献してくれていた2人でございましたが、今回抹消。で、後半はね、誰が昇格候補になってくるかっていうところ、2軍の成績もしっかりとチェックしていきたいなというところでありますから、まずは記事から見ていきましょう。はい、中日上林&梅野が登録抹消へ。中日は2日、上林誠司外野手と梅野優吾投手の出場選手登録を抹消。上林は昨年にソフトバンクを戦力外になり、今季から中日に加入。今季ここまで1軍で24試合に出場し、4月27日の広島戦では移籍後初アーチをマーク。打率2割2分4厘、1本塁打3打点の成績を残していたが、ここ3試合は13打数満塁と快音を響かせられていなかった。梅野は昨年の現役ドラフトでヤクルトから中日に移籍。今季はここまで長継ぎとして10試合に登板。防御率 3.65 で2年ぶりのホールドを挙げていた。1日の DeNA 戦では2イニング3分の1を投げて5安打3失点だったということになっております。はい、というわけで、まあ、2人の選手が抹消ということになっております。まあそれぞれね、今シーズンから加入していた選手たちでございますが、こう5月に入ったね、このタイミングで抹消というところになっております。ではね、それぞれどういう成績をね、残しているかっていうところ、しっかりと見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。まず一人目は上林誠司選手。プロ11年目、出身地は埼玉。1995年8月1日まで28歳、184センチ84キロ、ポジションは外野、右投げ左打ち。2013年ドラフト4位指名の選手。後期年俸は2000万円、さっきは3750万円。高卒2年目に2軍で打率3割3分4厘を記録。1軍デビューも果たそう、4年目には早くもレギュラーをつかみ、規定にも到達します。さらに翌年の5年目には143試合に出場し、打率2割7分22ホーマーとキャリアハイの成績を記録。しかしそれ以降は怪我もあり低迷。一昨年は開幕から不調を見せておりましたが、5月にアキレス腱断裂でシーズン終了。復帰した先は結果を残せず、オフに戦力外となり、中日が獲得発表。今シーズンはここまで1軍で出場を続けていたということになっております。はい、この上林選手、ソフトバンクで活躍していた選手でございまして、通算で見ていくと、昨年までは602試合2割4分2厘、1700打数の412安打57ホーマー48勝塁、 OPS 0.704 としっかり実績のあった外野手。まあ特に前世紀はね、若くてホームランも20発打てる主軸として活躍していた選手でございます。まあただ近年はね、活躍できず、昨年も56試合で1割8分5厘、92打数の17安打0ホーマー、 OPS 0.456 と結果を残せず占領外ということになっておりました。で、中日に拾われまして、開幕はで2軍でございましたが、ただまあ6試合で3割6分8厘、19打数7安打 OPS 0.981 と、まあ、ちょっとね、怪我で離脱っていうところもあったんですが、復帰してしっかりと結果を残して1軍に昇格。1軍では24試合で2割2分4厘、76打数の17安打1ホーマー、 OPS 0.565 と、ここね、岡林選手が離脱していたっていうところもあって、センターで積極的に起用されておりまして、ホームランもね、出ておりました。まあ一時はしっかり打っていたっていうところもあったんですが、ただ直近13打席打てず、今回抹消になったのかなというふうに思います。まあちょっとね、打てていないとはいえ、センターの候補がね、そこまでおらず、で、岡林選手もね、まだ状態が良くないっていうところを考えれば、まあまだもうちょっと使ってもいいんじゃないかなってところではありましたが、今回抹消。まあちょっと怪我しがちな選手なんで、まあもしかしたらね、どっか痛めてしまったのかなっていうところもあるんですが、まあとりあえず抹消ということになっております。で、もう一人ですね、大下選手見ていきましょう。はい、続いて2人目、梅野選手。プロ8年目、出身地は佐賀。1999年1月13日まで25歳、175センチ84キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ち。2016年ドラフト3位指名、今季の年俸は2800万円ということになっております。平均が約148キロほど。球種がスライダー、カットカーブ、フォーク、チェンジアップなどを投げます。梅野選手はヤクルトでは1年目に1軍デビューを果たし、3年目には早くもセットアッパーに定着すると、68登板に投げ28ホールドを記録しブレイク。その後も安定してリリーフを支える活躍を見せておりましたが、昨年は投球フォームに悩むなど不振となり、1軍では5試合のみの登板にとどまると、オフに現役ドラフトで中日に移籍。そして1年目の今シーズンはキャンプからアピールを続けると、リリーフで開幕1軍をつかみ、ここまで10試合に登板していたということになっております。はい、この梅野選手、ヤクルトで活躍していた若いピッチャーでございます。通算で見ていくと、昨年までで216試合、14勝11敗、74ホールド、4セーブ、 217.0イニングで防御率 3.94、 奪三振率 8.46、 与四球率 4.19 と、まだね25歳という若さでございますが、しっかりとね、実
績を上げている選手。まあ、ただ去年は1軍で5試合、8.0 イニングで防御率 3.38 と、あまりね、こう結果を残せず、オフに現役ドラフトで中日へというところでございました。まあ、まだね、若いっていうところもあったんで、ちょっとね、驚きではあったんですが、そういう中で新天地、オープン戦でも7試合で 6.1 イニング防御率 2.84 と、しっかりと結果を残して開幕1軍入り。で、今シーズンのね、成績見ていくと、ここまで10試合で1ホールド、12.1 イニングで防御率 3.65、打算比率 5.84、与式率 2.19 という成績になっております。はい。まあ、ちょっとね、一歩は高めでございますが、まあ、防御率はまずまず、ここまで特にね、こうロングリリーフっていう枠、昨日の試合とかもそうでしたが、ここ先発が崩れた時とかはね、率先して出てきてくれて、ほんとこうブルペン陣を助けてくれていた印象でございます。まあ、ただ直近の試合で打たれてしまったっていうところもありましたんで、まあ、休養も込みでね、抹消になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあまあ何人かね、ロングリリーフ枠はいるんですが、割と人数も多くなっておりましたんで、ちょっとね、負担がいっていたっていうところもあったとは思うので、まあ、この辺で抹消っていうのは全然ね、あれなんじゃないかなというふうに思います。まあまたねしっかりと調整して2軍で結果出せばすぐ上がってくるんじゃないかなというところでございますので、本当ねここまで1ヶ月よくやってくれていたなというところではないでしょうか。はい、というわけで以上ね2人の選手が抹消というところでございますが、逆に上がってくる選手ですね、候補っていうところを見ていきましょう。はい、では昇格候補っていうところですね、見ていきましょう。まず野手の候補っていうところ見ていきますと、主な24年中日外野の2軍打撃成績、まあ上林がね落ちたんで、まあ、外野が上がってくる可能性が高いんじゃないかなってとこではありますが、2軍ではですね、今浜が112打数の26安打、打率2割3分2厘、オーベス 0.623、 デウカイが80打数の13安打、打率1割6分3厘、オーベス 0.494、 ブライトが69打数の16安打1丁間、打率2割3分2厘、オーベス 0.671、 川越が62打数の14安打、2割2分6厘、オーベス 0.647、 で加藤翔平が16打数の7安打、打率1割9分4厘、オーベス 0.592 という成績になっております。はい、こうやって見ると外野はねそこまでめちゃくちゃ活躍している選手っていうのはいないということになっております。まあただセンターのねデプスで言うと浜、加藤翔平、この辺りがね上がってくる可能性は、まあ、あるのかなっていうのはありますよね。まあ、やっぱ上林ね、センターを守っていたっていうところもありますし、まあ、上林がいなくなると、三好と小田、で、状態の悪い岡林というところになっておりますんで、まあ、センター守れる選手を上げていきたいとなれば、このあたりになってくるのかな。まあ、ブライトもね、結構センター守っているんで、候補には入ってくるとは思うんですが、まあ、守備重視するんであれば、この二人になってくる可能性はあるのかなっていうふうに思います。まあ、ただね、カリステも外野は守れますし、福永選手もね、外野っていうところもあります。まあ、センターはね、抜きにして、割と外野は多いっていうところもありますんで、まあ、外野ではなくこうもしかしたらビシエドとか内野がね上がってくる可能性もあるのかなというところでございますし、まあ、バランス考えたらそれでも全然いいんじゃないかなっていうところはありますよね。内野で言ってもね石垣選手上げてきましたし、高一流星のねビシエド上げてきて中田選手と併用していくっていう形も作れるんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、上林選手が落ちたんですが内野がね上がってくる可能性もゼロではないのかなと。一方投手の昇格ですね、梅野選手が落ちたんでリリーフを見ていきますと、主な2軍の成績、見ていくと岩崎選手が12登板で防御率 1.64、 福島選手が11登板で防御率 3.55 としっかりねいい成績残しております。で近藤、フェリス、田島、砂田、祖父江、この辺りもね軒並み防御率 0.00 と非常に優秀ということになっております。まあなんでリリーフは好調で候補は多いんですが、まあ実はですねこの枠っていうのはおそらく明日ですね予告先発されているメヒアの枠に当てる可能性が非常に高いということになっております。まあ今日からね最短で登録が可能のメヒア、明日選抜っていうところでございます。その枠をねおそらくね今日開けているんじゃないかなというところではありますんで、まあリリーフをね上げたいっていうところもあるんですが、まあ多分メヒアが上がってくる可能性が一番高いのかなというところでございますし、まあもしかしたら野手のねところをメヒアに当ててリリーフもう一枚ね上げてくる可能性もゼロではないんですが、まあとにかくこの2枠のうちどっちかはメヒアがね入ってくるんじゃないかなというところになっております。はい、というわけでまあ以上ね見ていきましたが、まあ誰が上がってくるのかっていうところ、まあ特に野手が誰になるんだっていうところ、明日の工事注目したいというところでございますが、はい、というわけで今日は以上です。最後ねネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。梅野はこれを機に先発でやらせてほしい、緊急登板2試合のせいで成績悪くなっているけどそれ以外の試合は良かったしということで、はい、でまあ今回ね梅野選手が抹消というところになっております。まあこの間ね点取られていたっていうところもあったんですが、まあでもねやっぱ緊急登板の兼ね合いっていうところも大きかったかなというふうに思いますし、まあそれをね考慮すれば本当によくやってくれているということになっております。で比較的ロングの役割も多い梅野選手で、2軍もねちょっと今先発ピッチャーが苦しいということになっておりまして、
まあ、ブルペンデーが週2回とか、松木平選手が中5日で投げたりとかになっているんですよね。まあ、なんでそういうところ考えると、こう梅野選手、ちょっとま、2軍で先発をやってみてもね、いいんじゃないかなっていうのがちょこちょこ言われてきております。まあ、梅野選手だけでなくね、まあ、誰かしらもう一人くらい先発で回れる選手がいてくれればなっていうところではあるんで、まあ、今ロングやってるね、梅野とか、また羽生や橋本とかもね、候補には上がってくるのかなというふうに思いますが、まあ、そういったね、起用をしても全然いいんじゃないかなというふうに思いますし、これリフレッシュにもね、なってくるんじゃないかなというふうにも思いますんで、まあ、今回ね、押してしまった梅野選手でございますが、今後どういった起用にね、なってくるかっていうところ、その辺も注目したいポイントの一つかなというところでございます。で、一方こちら見ていきましょう。田上監督、岡林、上林を間違えて、登録抹消した説ということで、はい。で、一方ね、上林選手に関しては、まあ、ちょっと打ってなかったってところもあるんですけど、でもなんでね、こう抹消なんだっていう声の方が大きいのかな。で、やっぱね、しっかりとセンター守れるっていうところもありますし、それ以上に岡林選手が本当にね、状態が良くないと、まあ、明らかにね、上げるタイミングが早かったんじゃないかっていうところも言われております。まあ、なので、怪我とかでなければね、岡林選手の方が先なんじゃないかなっていうところはかなり言われておりますし、その辺は一つね、心配なところかなというふうに思います。まあ、やっぱ本来の状態であればね、パフォーマンスが素晴らしいっていうところは間違いありませんし、攻守ともにね、頼れる選手ではあるんですけど、ちょっと今のところはね、いつもの彼ではないというところもありますんで、今後ね、こういう状態が続けば、やはりそういう判断っていうのもね、必要にはなってくるんじゃないかなというふうに思います。で、上林選手もね、怪我でなければ、しっかりとこう2軍でまた調整してきて、岡林選手が、こうやっぱ無理だというところになればね、こう最短で帰ってくるっていうことも全然あるんじゃないかなというふうには感じますんで、まあ今回はね、抹消っていうところでございますが、また2軍で結果を出して、這い上がってきてほしいなというふうに思いますし、こうね、山本選手もそうですが、戦力外から取ってよかったなというふうに思わせるくらい活躍して、シーズンを終えて、またこう来季の契約にね、つなげてほしいなというところでございますが、はい。というわけで今日は以上です。よければ、チャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。